このモンステラが葉っぱが大きくてホコリがかぶりやすいので、あの葉っぱのホコリを取ったりとか、あとはブラインドのホコリとかもさっと拭くだけで、あの週末の全然あの掃除の楽さが変わってくるので、そういうところをちょっとずつちょっとずつやることで1週間通して全体がきれいになるみたいな感じで掃除してます。家具を動かして大掛かりなというよりかは、ちょっと雑貨を変えてとかお花を変えてっていう時に模様替えをするようにしてます。一旦あの全部どかして拭き掃除をして、こう一つ一つ普段細かく掃除が行き届いてないところもこうちょっと雑貨をめでながら掃除して、そこからあの次に並べたいものをグループに分けてそこを並び直すような感じですね。好きなものを飾るために掃除できれいに保つっていうのが自分のモチベーションになってます。大きくは3つのグループ、この白い花瓶と顔のこのグループ、ヒアシンスと本の上のグループ、あとあそこの開き戸の中のグループみたいな感じにしてて、開き戸の上はちょっと色がくすんでいる感じの2つなんで、でなんとなくこう2つとか3つずつ組み合わせてるんですけど、最後のあの上の棚はこうなんかちょっと2個ずつペアみたいな感じで組み合わせてました。最近こちらの古賀満さんの段ボールの作品を購入して、このペンキ缶の方はもともと持ってたんですけど、組み合わせたら可愛いかなと思ったのでデスクの方でディスプレイを組み直しました。新しいものとこの古い定規とかノートを組み合わせて抜け感が出るようにしてます。あ、なんかこれとこれが組み合わさったらこんな雰囲気になるだろうなっていうのを考えて購入して飾ることを楽しんでいます。壁面を飾りながら収納したら楽しいキッチンになるかなと思って、実際にあの使ってるようなレシピ本も飾ってますし、お皿とかあの全然使わないプレチェとかソーセージのオブジェみたいなものも飾ってるんですけども、実用性と飾ることをこ うまくバランス見ながら飾るようにしてます。紅茶は2種類を
飲み分けていまして、こっちは少しこうすっきりした感じなので、あのお茶菓子がある時はこっちで、でもお茶菓子がなくてちょっと甘いものが欲しい、飲みたいなとか疲れてるなっていう時はこちら少しキャラメルの風味があるものなのでそれを飲んでます。仕事で、まあ、夜帰ってくるのが遅い時ってあの作り置きのものだったり全然お惣菜を買ってきてっていう時もあるんですけど、そういう時にこうちょっと気に入っている作家さんの器に盛り付け直すことでこうテンションが上がるので、こうしまっておくんじゃなくって日常使いすることでこうなんか自分のものにしていくというか、そういうことは心がけてます。